社会経済が大変活発になってきたと、コロナ禍から力強く回復をしてきたと JR 東海の昨年度1年間の決算は、売上高に当たる営業収益が、前の年度から22%増となる1兆7104億円、本業の儲けを示す営業利益は62%増の6073億円でした。 東海道新幹線と在来線を合わせた運輸収入はコロナ前、2018年度の96%にまで回復円安などを背景とするインバウンド需要の高まりも追い風に純利益は前の年度から75%増となる3844億円で2年連続の最終黒字となりました。